発着場所もなんか作った方がいいですね。これアンキロテーミングしましょう。はい、よし、じゃあ行きましょうか。よし来てる。じゃあ上上がっていって、なるべく敵に当たらないように。来てるかな。おー来てる、マザードドリア。ちょっと遅れてますね。早く来て。もうここら辺来ればほとんど敵いないですからね。あーそこに一匹いるな。よし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 、連帯飛行ですね。これいいな、これいいな。結構いっぱい捕まえても良さそうですね。よしよしよし、来た。で、降りれないぞ。よし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 。マザードドリアさんも、どうしようかな。これ止めたらどうなっちゃうんだ。あー結構変なとこまで行っちゃいそう。あー危ない。まあ大丈夫かな、大丈夫でしょう。あー晴れてきた、晴れてきた。いいですね、展望デッキみたいになりそうだな。ちょっと怖いですけどね、建築。これで7番増やしていきましょう。よし、これで、おー怖いなここ。こんな感じにして、うん、あーいいですね眺めが。怖いけどもうちょっと柱を付け足して強化し、強化ですね。強化しましょう。まあ暑くなってきたぞ。いやーこれは結構必要だな。こんな感じにして、5番。四方をまず固めときましょう。よし。あとは壁があるけど、壁はいらないな、まだ。よし。で、ちょっと資源持って帰りましょうか、これ。でもこの近くちょっと湧かなくなっちゃうんですよね、きっとこれ。建物置いちゃってるから。あんま広げすぎない方がいいのか。持って帰れるだけ持って帰ろう。いいですね。まあ、かまどここに作っちゃえば楽なんですけどね。かまど作るか。おー、邪魔しないで、邪魔しないで。乗らして。よし、行きましょうか。発着場所もなんか作った方がいいですね、これ。よし。あー、ダメージ食らってる。やばい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 。やばいな。ダメージ食らってるぞ。やばい、死んじゃう、これ。これ死んじゃうぞ。寒くて死んじゃう。どうしよう。こういう時は薪が欲しいから。やばいやばいやばい。死んじゃう死んじゃう、これ。木を。ストーンが、あと、6。まずい。死んじゃう、これ。寒さで死んじゃう。あー、やばいな。死ぬな、ほんとに。家の中行くか。
フォローを解いた方がいいのか、これ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。生きろ。生きて。危ない。やばい、死んじゃう。死なないで。もうちょっと近づくか。全然温まらない。全然温まらないですね。ダメだ。あー、ちょっと温まってきた。危ない危ない。危なかったー。よし、行きましょう。アンキロ22本で足りるかな。結構硬そうですからね。ちょっとアンキロのテーミング挑戦してみましょうか。よし、アンキロテーミングしましょう。はい。あれ、こっちこっち。ダメだぞそれ、攻撃したら。登ってこえないでしょ。おお、行った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 。行きましたね。アンキロはあれですよね。見たよな。あ、そうなんですね。採掘ができるんだ。それは美味しいな。ツルハシ代わりか。それすごいですね。おー、来た。おー、来ましたね。アンキロ。おー、かっこいい。絵がかっこいいですね。ラプターが吹っ飛ばされてる。採掘現場で使われてるんですね。やっぱこれ山持ってこうかな。頑張って。おー、結構溜まってきた。結構図鑑埋まってきましたね。なんだこれ、あ、アリか。倒すだけでいいやつもいますからね。うん。半分以上は埋まってますね。鳴き声、あー、顔かっこいいですね。ちょっと葉っぱで隠れちゃってるけど、ちょっと、クラと、じゃあ、やっぱアンジェロかな。アンジェロ。サドルをつけると。あ、トゲを縫うような感じなんですね。あ、熊尾先生についてってる、これ。あー、ちょっと待って待って待って。これで乗っとこう。なんか、上から見ると虫みたいだな、これ。若干船虫に見えますね、真上から見ると。アンジェロだな、アンジェロ。ちょっと岩やってみましょうか、早速。おー、すごい。何この、な、振り方。おー、ドスンって最後に落とすんですね。結構回転させますね。おー。あ、フリントがすごい取れる。おー。あ、石もすごい取れますね。これ山持ってきたいな。持ってくの大変だけど。かっこいい、この音が。最後にドスンと落とすんですね。これ木も取れるのか？アンジェロは。あ、木も取れるんですね。これ便利だな、アンジェロ。これ戦闘も強そうですけどね。この音がいいな。うん。良さそう、アンキロちゃん。アンキロのアンジェロ。一度戻りましょうか。足が遅いですね。かわいいな。
これ川落ちたらピラニアにやられそうだから気をつけてもらわないと。よしよしよし。なんか全体的にみんな恐竜が犬に見えますよね、走ってくる様子は。かわいいな、赤ちゃんみたいですね。トントンに通じるものがありますね。